ちは中橋さんですからね、習志野は当然ノーヒットノーランですよね、まあ、僕モノマネはできるんです、彼のあんか出ろっていうのがあるんですよ。江川卓の高され、江川さんの因縁のライバルとして、はい、まあ掛布さんがよく挙げられてると思うんですけども、おお、そうですね、掛布さんとの実際の関係値だとか、まあ、掛布さんの中で今まであったエピソードとか何かあれば教えていただきたいんですけど。ですね、掛布は生まれた年が当然一緒なので同級生なんですけど、彼は高校でドラフト6位かな、その時は僕はちょっとアメリカに用事があってアメリカ行ってたの で帰ってきた時なのかな、衝撃だったのは、まあ、掛布が来るとそれ多分自慢が始まると思うんですけど、オールスターで3打席連続ホームランを打ってるんですね。でそれをもう見てるんですよ、7月25日だったかな、それをもう見ちゃったんですね。で見ちゃったことが初対決の時にえらいことになるんですけど、一生後悔するって話があるんですけど、それは本人が来た時にその話に多分なるので、またその得意げに言うと思いますよ、ゲストに多分来てくれると思いますから、来たら多分そこからの話になるのか、まあ、非常にこう面白い話になると思いますね。初めて話したのはね、ニアミスはあったんですね、高校の時に練習試合があってでニアミスになってるんだけど対戦してないんですよ、まあ、そこも多分話すると思いますよ。で僕が話するより彼が話した方が上手だから、まあ、僕モノマネはできるんです、彼のそれでってあんかってやろっていうのがあるんですよ、デズブール当たったのよっていうのがモノマネなんですけど、結構似てると思いますよ。で、プロ野球入って、2年目にオールスターがあったんですけど、そのオールスターの時に、掛布と同じ今セリーグなんでベンチの中で話を初めてしたんですね。その時はね、多分ね、まあ、彼の方が多分よく覚えてると思うんですけど、車の話をしたような気がしますね。車好きなんですよね、確かね。で車何やってんのって聞いたような気がするんですけど、それ彼の声で本当に聞いてください。まあその時約束したのが、野球の方とあんまりお食事する機会は僕はなくて、掛布とだけは食事をするんですね、浜松から東の時は僕がお店決めて僕が支払いをする、浜松から西行った時は掛布が払うっていうふうに交流が始まったっていうことですね。だから東京来ると僕が店を決めてそこに彼が行って、向こう行った時は彼が決めた店に行くっていう、そういうことが、シーズン中はもうやりませんけど、シーズンオフとか、まあ、やめてからもそういうことは続きましたね。で、まあ、バッティング技術は、まあ、僕が説明するまでもなくかなり高くて、まあ、打たれたる方と打った方は両方覚えてて、やっぱりすごいと思ったのが 何本かありますね。それは彼にベスト3を当日、言って選んでもらいましょうね、きっと。多分どれが俺から打ったホームランのベスト3だって言ったら、まあ、得意そうに話するでしょうね。きっと、それがちょっとどれなんだろうなっていうのがありますね。江川さん的に記憶に残ったものがあります？僕が残ってるのは、もちろん最初の打席ホームラン打たれてるんですけど、その後で左バッターのアウトコースの高めのストレートっていうのは、僕すごくコントロールが良くて、投げた瞬間ファールを打たせるボールってのがあるんですよ。左バッターでこうストライクゾーン来て、左バッターがこうパンバット出すとパーンとファールになってカウントを稼ぐっていうボールがあるんですけど、 100% じゃない、99だな、1本打たれてるから99は全員ファールになるんですけど、まあ、球の勢いがあるんでちょっと遅れてファールになるんですけど、掛布それをそのボールをバット上からかぶせてフック、レフトですね、反対側にボールをフックさせてボールからこう入れてって打ったんですね。ほうで打たれた瞬間にパーンって言った時にファールだと思ったんですけど、そしたらファールからギューッと入ってきてホームランになったんですよ。ライナーでしたけどね。それはねびっくりしましたね、初めての経験だから。ボールを、俺のボールをフックして打つってあると思って、すごいいいボールですよ、抜いてるストライク取りったボールじゃないですよ、キュッてちゃんとかけてシュッていってるボールをパーンって上からこう叩くっていうんですかね、こうなんていうの、かぶせるっていうのが
正しいんですか。それでシュートの場合は外のボールはこういう回転をしてきますから、それをパンってこう叩いてこの回転をフックにさせるんですね。それの技術がありました。それは他の選手では見たことないですね。竹内さん呼んだ時にそれがもしかしたら1位かもしれない。まあ、来た時それは俺は隠すかもしれないですね。でも多分覚えてますね。あれかあれだろあれだろって言いますよ。あれはこうやって打つんだよって言うから、言ってるうちはずっとじっと聞き入れるしかないから悔しいからね。でも彼がなんか悔しがった三振ってのはあんまり言ったことないので、打ったのは言うんですよ。打ってあれだろうまく打ってんだよっていうのは言うんだけど、あれは打てないわっていうのはないのよ。モノマネすると伸びたくなるんだ、あいつのモノマネすると。対戦するときは特別な感情とか、なんか意識とか。ああ、だってもう甲子園で掛布が出てきてもう投げてた時でピンチの時はものすごいですもん、歓声で。甲子園って面白いんですけど、あの屋根がついててあのグワーッと脅してくるんですよ。あの他の球場ではウォーって言うんですけど、阪神甲子園っていうのはゴーって言おうとするんですよ。その歓声がね、あの屋根からこう来て全部もう全部で攻めてる感じでゴーってくるわけ。そこで投げるんだもん。で、あいつもいい気になってくるでしょ、こうやってこんななってこんななってなんだか分かんないことやっちゃって来るじゃない。何やってんだっていうのね、それも聞いてみましょうね。ね、やりますよね、なんか、なんかこれわけわかんないよね、あれやってもらいましょうね。何やってんだよね、まあ、そこで三振取るか打たれるかですから。でも必ずそのインコース勝負ですから、最後は外側じゃなくて必ずインハイ行くんで、そこを空振りさせれば勝ちだし、打たれればもう負けですから、うん、それは楽しかったですね。お酒はね、量を飲みますね、量。僕は量じゃなくて味を楽しむんですけど、彼は量を飲みますね。東京でワインを一緒に飲んだ時に僕にはめられたという言い方をしてますね。ワインを、いや勝手に飲んだんじゃないって言ってんだけど、それでワインを覚えたって言ってますね。多分そう言うと思いますね。でもあのやっぱ美味しいものが好きだと思いますね。でも何が一番好きかは聞いてないから、ちょっと何でしょうね。うちの親父が新潟なんですけど、家系譜のお母さんが新潟ということで、まあ、同じところから出たということなんですけどね。でも守備もうまかったよね。スローイングも良かった。うちは中橋さんですからね、投げてこっち行った瞬間もう取ったと思うと投げたっていう感じでしたから、もうこうってこうだからね、アウトになるまで。内野ゴロって普通と打たれたら内野ゴロって歯ワンなどと思うじゃないですか。もう2回引き合いさせてるのかな。ええってフライはもう諦めてますからね、無理だから。フライ上がったらもう無理だな、ファウルだなって思いましたけどね。掛布っていう名前を初めて聞いたのは多分3年の春の関東大会ぐらいだったかなと思いますね。関東大会か2年生の秋の秋季大会っていうのかな、秋季関東大会ではどっちかで、あの習志野にいいバッターがいるっていう、掛布っていうようないいバッターがいるっていう聞き方をしてましたね。いや、やったことないので。ただ作新に練習試合に来た時のダブルヘッダーを組んでた1試合目にうちの大橋っていうピッチャーが膝にデッドボール当てちゃったんですよ。で、掛布が引っ込んじゃって2試合目出てこなかったので僕とは対戦なかったんですね。これは掛布が覚えてるかどうかもしれませんけど、習志野は当然ノーヒットノーランですよね。いや知らないよ、それ聞かなきゃ分かんない。当日違うだろうね、打たれてるだろうって言うかもしれないけど、それ分かんないのよ。それなんかそんなノーヒットノーランじゃなかったって今度来た時確認しますけど、そこであえて対戦しなかったのがなんかちょっと運命じみてて、彼は多分それが良かったと言うはずですよ。でこれあのいろいろちょっとお話しましたけど、やっぱり一番分かりやすいのは本人に来ていただいて聞くっていうのが一番いいので、まあ、近いうちにですね本人に来ていただいて今の本当のことと本当の声ね、さっきモノマネしてましたけど似てはいるけど本当の声じゃないので、その本当の声を聞いてみるということでしたいと思います。
この YouTube は、校長先生、すごいいいチャンネルなので、あの野球のこともよくわかりますので、生徒にぜひいいチャンネルあるから見てみろということで進めていただくとありがたいです。よろしくお願いします。 YouTube の振りもこれで絶対みんなこれ真似するのになるよ。みんな YouTube 加入してくださいって言ってるんでしょ。こ一番使えるとこだもんね、面白いとこだもんね。新橋のサラリーマン、ね、なるわけよ。